はい、皆さんこんにちは。星空の招待式の時間です。ちょっと本日滑舌がね、相変わらず悪いんですけど、ちょっと勘弁してください。まあね、とにかくですね、今、なかなかいいシーズンなんですね、カリフォルニアの方はね。日本は梅雨という、まあそういうシーズンに入ってしまったんで、星が見えない可能性もあります。ですから、本日は、そうですね、久しぶりに星座の話をしようと。まあもちろんね、6月というと私の、実は生まれ月でして、双子座。後半の方は蟹座に入るんですけどね。その中から双子座の話というのはね、実はこれね、神話でありながら、現実のね、そういうまあ勇者っていうかね、そういう人の名前も出てくるので、まあ実際にはそういう昔あった、なんでしょうかね、本当の事実を神と、重ね合わせて、語り部が言ったんではないかとも言われております。双子座の話は非常にね、興味深いので、まあ、特定の名前とか地名も出ますのでね、面白いと思います。それでは行ってみましょう。ゼウスが生んだ双子座の、で行きましょう。星空の招待席。ゼウスが生んだんじゃない、ゼウスが生ましたんですよね、これね。はい、ごめんなさい。双子座は、王道十二星座ね。王道十二星座っていうのは皆さんの、そうですね、それぞれ持っている星座の、三つ目の星座で、おうし座の東に二つ、アルファとベータが、約5度の角度にあるということですね。アルファは白い星で、まあ、1.6 と、ベータはオレンジ色で 1.2 と、どっちももうほとんど一等星に近いです。まあ、簡単に言うと二等星と一等星ですけど、アルファの高度が低いのは額面が付けられて300分ほどの間に、衰えてしまったとされているということですね。だから逆に言うと、アルファの方は昔は明るかったってことなんでしょうかね。そこら辺のところはちょっとね、300年前ぐらいは明るかったっていうことだと思うんです。今はちょっと暗くなったってことですね。これはね、この星は白鳥座の神話で出てきたスパルタの王、レダの産んだ卵から生まれた、双子座、カストルとボルクスとされていると。二人は、パレナで育てられたとされて、カストールは戦争ね、まあ、乗馬の名手、ボルクスは剣闘の名手となっています。これはね、簡単に言うとね、矢の名手がカストル、で、ポルクスは、まあ、乗馬の名手だったんじゃないかな。これちょっと私の知識と違いますね。で、レダはね、4人のね、子を産んでるんですよね。で、どっちも双子なんですよ。はい、全部双子で。ヘレネっていうのかな。クリュタイムネストラーは姉妹、この2人はね。で、クルタイムネストラーっていうのは早く亡くなり、カストルとボルクス、そしてヘレネは3人兄弟になったってことなんですよ。で、ヘレネは幼い頃、アテネの王、テセウスに連れ去られてしまったと。で、カストルとボルクスはテセウスが冥界に、まあこのヘレネをね、冥界にヘルセポーネを奪いに行っている間に、アテネに攻め入り、これを妹を奪い返して、そのまま自分たちの支配下に置いていったということなんですね。で、テセウスは、ラピュタイ族の王で、親友のペイリトースとゼウスの、娘を嫁に迎えると誓い合って、っていたってことなんですね。まだ10歳のヘレーネを奪い、冥界のペルセポーネを奪いに取りに行ってたんだけど、その時に留守の間に攻められてしまったってことですね。これね、アテネを攻めたってことなんですよ。まあだからこれのとこってのはもうその当時ギリシャが本当に乱立してた時ってあるんですよね。ギリシャってのも古代ギリシャと超古代ギリシャとかいろいろあって、その中でまだギリシャがそのポリスを形成してない頃、まあ要するにそれこそトロイの奥場のトロイとかね、ああいうのと戦ってた当時の話で、その当時の王様たちにゼウス神話ってのがあって、実際は本当の王の話を神に合わせたんじゃないかと言ってますね。で、まあこれはね、まあその後ですね、まあこれはまあちょっとポルクスとカストの話をするんですけど、まあエチオピアの、待ってください、これ剣闘の名人、ピチニア王っていうのかな、ピチニアって王があって、アミコス、このピチニアってのもギリシャのどっかの小国ですね、アルゴの探検隊を通過させてまいとしたんだけど、このポルクスが勝利を挑んで倒したってことですね。はい。で、まあ、何度もね、この話になるんですけどね、この当時、ギリシャっていうのはちょうど日本の戦国時代みたいなもん、武田信玄がいて何がいてっていう形で統一されてなかったんですよね。で、最終的にこのギリシャが全部統一するようになった時の勇者の話なんです。ただ、この二人の兄弟っていうのは、まあ、ここからね、神話の話を実際に入るんですけど、すごく仲良かったんです。で、戦いの時に、実は、ポルクス・カストル、ポルクスっていうのはね、ゼウスの血を引いてるんで、不死身だったっていうんですよね。はい。で、カストルの方は、実は、まあ、人間の血を引いてて、まあ、簡単に言うと、普通の人間だったと。で、これはいくつもの説があって、ポルクスだけがゼウスの子供で、カストルは別のね、王の子供だっていう話もあるんですけど、
まあ、とにかく片方だけ不死身。で、残念ながら死んじゃったんですよ、カッサルがね。うん、人間だから。で、悲しんだポルクスは、自分が不死身で死ねないってことをね、ゼウスに嘆いたんです。うん、どうして自分は死ねないんだと。二人はね、生まれた時も一緒だったのに、死ぬ時別々ってのはありえないだろう。ということで、自分が不死身であることを説いてくれと言って、ここで、自分は死んだんですね。で、それを悲しんだゼウスは二人を並べて天に上げて星座にしたっていうことなんですよね。うん、まあ、変な話ですけど、変な話っておかしいな。うん、まあ、とにかく、この二つの星座というのは、アルゴ戦記っていうね、アルゴ戦という船で、まあ、その当時ギリシャ中を戦った話の中に出てくるものなんですよね。その当時の世界ってのはギリシャだけだったんですから、ギリシャ中が世界中を戦ったという話にもなっています。まあ、現実的には、このね、一等星、ポルクスね、がベータ、カストールが、二等星なんですけど、アルファって、このね、星は天体的に考えても非常に面白いですね。カストールはね、白いんですけど、ポルクスはオレンジ色かな。うん、どちらかというと年齢的にはそこら辺の開きがあった星ですね。さあ、そんなことでポルクスとカストールの話をしました。もう一話話をしたいんですけど、もう一つはね、まあ、衛星の話ですね。土星のね、衛星、はい、にちょっと面白いのが、ダーフニスっていうのがあって、これね、輪っか、が、ありますよね、土星にはね。で、カッシーニの、環辺という輪っかの、隙間があるんですけど、その横に、外側ですけど、キラーの環辺というのがあるんですよ。で、このキラーの環辺という名前の隙間のところが、縁がね、乱れてるんですよね。これ、写真を一応ね、アップしておきますけど、結局、その衛星が影響してて、その輪が乱れてると。これがね、なんかカッシーニっていうね、土星の探査機で、発見されたんですね。これは、なんだろうな、4月から実践中の、グランドフィナーレって言いまして、ね、最後、土星に突っ込んじゃうと。これのね、やってる最中の中に、写真で撮られてます。もうすごく鮮明な写真で乱れてるんですよ。天文的にはね、この乱れ方ってのは非常に不思議で、まあ、なかなかね、あんまり見ないんじゃないかなっていう感じがしましたけど、はい。あとね、もう一つ面白いのは、同じ土星のエンケラドス、これ有名ですね。要するに間欠泉が3日あったりなんかしてる、水があると、ね、海があると、下手すりゃ地球よりも多くの、水が存在しているという、このエンケラドス。水というのは液体の水があるってことなんですね、地下にもね。そこ、実際には、極、ね、北極南極の極が実際にはね、いろいろ動いてるってことも分かりましてね、本当に地球もね、そんなような話があるんですけど、要するに極がずれたり動いたりと。これがね、何らかの理由分からないんですけど、55度ほどずらされて極が移動したかもしれないという研究結果が発表されたってことなんですね。これ、小惑星の衝突が原因かもしれないってことなんです。で、これもね、簡単に言うとね、土星の衛星、カッシーニ、ね、土星の探査機、カッシーニ、これがね、いろんなことを調べてきて、その結果からいろいろ分かっていることなんですね。で、土星っていうとね、簡単に言うと、ここから、まあ、肩の力を抜いて話してみましょう。遠いんですよ、すごく。はい。現実的に我々がミッションとして火星に行くとかね、そういうこと、探査機を送るのでも何年かかかるのに、実際に木星、これの距離はもう火星なんてもんじゃないですよね、に行くといったらとんでもない。その、また倍ぐらいの距離が土星なんですね。うん、だから、もう太陽からも遠いし、ここに行かせるってことなかなか大変ですから、このカッシーニっていうのが、どれだけの旅をして13年間ね、観測したってことはすごいことなんですよ。はい。次に土星に行って、見るミッションっていうのもなかなか大変ですから、ましてや有人なんてことは難しいじゃないですか。だから、このカッシーニが最後、土星に突っ込むまでの間の研究っていうのが、今後ね、どん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 いろんなものに発表されていきますから、これは楽しみだと思いますね。まあ、先ほども話したダフニスの話とか、このエンケラドスの話とか、もうこの、木星には大きな衛星がありますけど、この土星にはタイタンっていうのもありますし、実に、興味深いです。このタイタンはすごい大きいね、星で大きい衛星ですね。で、その大きさの、まあ、だけではなくて、大気も濃いとか、液体があるとか、これはメタンの海があるとか。だから、水の海があるのはエンケラドス。で、メタンの海があるのはタイタンって言ってます。でも、これも現実的にそこまで行ってないので、ようやく衛星がね、行ってみたんですけど、今の技術のある衛星だったら、衛星ってのは人工探査機だったら、もっとわかると思うんです。ただ、まあ、その限界の中でいろいろやってるってところが、まあ、そうですね。ちょっともどかしいですけどね。じゃあ、一応ですね、金星が西方最大理学になりまして、だんだん今度またね、近づいちゃいますから、見るんだったら今のうちっていう感じがします。あと、9日には、月と土星が接近っていうのがありますから、これね、まあ、実際には、ぜひ見ていただけたらいいんじゃないかなと。これね、もう心がもう過ぎちゃってるでしょうけど、これが放送するんですよね。はい。ぜひ皆さん、お週の、ね、
から、梅雨の合間を縫って見てください。はい、ハリウッドは晴天です。さようなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。